渡辺春友は、競輪選手。日本競輪選手会静岡支部所属。静岡県富士市出身。日本競輪学校第73期生で、同期には、村上義弘らがいる。師匠は、村松誠一。長男の正也も、競輪選手。長女のしおりなも日本競輪選手養成所、第122改正入所試験に合格し、 第122期選手候補生として在所中。弟子には、マサヤのほか、おいである、渡辺優太、直やらがいる。西陵高等学校在学中から自転車競技を行い、競輪学校に入学。デビュー戦は1994年4月8日の千葉競輪場で迎え5着だったが、この開催では優勝を果たし、また優勝したレースが初勝利ともなった。 デビュー間もない頃から追い込みを主体とした競争に努め、1999年頃から GI、GII に常時参加するようになったが、その99年12月に行われたふるさと、ダービー決勝において、当時 GI タイトルに最も近い選手と目された、福島の金子正人の番手を得て、その金子の走りに乗って優勝を果たした。また、 2001年のふるさとダービーでは、これまた、福島の選手かつ、タイトルに、最も近い位置にいると目されていた、伏見俊明が逃げ切りの体勢に入ったところ、最終にセンター付近でマークしていた、神山雄一郎から切り替えて、直線で鋭く追い詰め、伏見と、同着優勝を果たした。そしてこの頃、渡辺は自転車競技にも、積極的に取り組んでおり、 2002年のアジア競技大会では、神山雄一郎、金子隆とのトリオで、チームスプリントの優勝に貢献。また同年、フランスのボルドで開催された、オープンデナシオンの競輪種目において、堂々3位に食い込んだ。さらに同年、この年だけ実施された、グランプリポイントの恩恵を受け、競輪祭、決勝に着。 全日本選抜競輪決勝7着の実績がものを言い、競輪グランプリ初出場を果たす。その後も時折厳しい位置取りを見せる、マーク選手としての地位を確立し、特別戦線では、常連選手として、おなじみの存在となる。2007年は、GI、GII で共に2回ずつ決勝へと駒を進め、5年ぶりに、競輪グランプリ出場を決めたほか、初代となる、 SQS 班の18名にも選出された。そして2008年には、地元の静岡で開催された日本、選手権競輪において、優勝を果たし、ついに念願のタイトルホルダー入りを果たした。さらには、続く、高松の宮記念杯競輪でも、決勝戦で、同じ静岡の日田康人の番手から差し切り、GI 連覇を果たしている。 S, S 級への昇格を果たすと、マーク選手に転向したが、打選手との並走において、持ち前のダッシュ力を活かして、先行選手との隙間をほとんど開けずに追走し、少しでも相手が離れた隙をついて、すかさず競り落とす技術は、競争ルールが厳しくなりつつある状況下における、新時代の戦法として絶賛され、先輩マーク選手に対しても、 果敢に競りに行く、競争姿勢もまたファンに好まれた。ただし最近は、確実に先行選手の番手を主張できるため、競りを行うことは少なくなっている。なお、現在も、自力を繰り出せるほどのダッシュ力を持っているが、マーク選手としてこだわる姿勢を見せていることから、自力はあくまで最後の手段となっている。ありがとうございます。